よろししくお願いします,しいします旬の企業を勝手に調べまくって経営者に疑問を問いただすデューデリ団今回は総合商社伊藤忠商事売上12兆円純利益8200億円の超巨大企業小売から繊維金属金融エネルギーなどなどもう規模がでかすぎてデューデリしきれませんいやそもそも総合商社って何なのということで谷口記者花屋記者とここを押さえておけば伊藤忠そして商社が分かるってポイントに絞ってデューデリして石井社長に疑問をぶつけます。 これもこれもこれも伊藤忠。え今回でゆでりするのは伊藤忠。伊藤忠商事。商事総合商社って言われるものですね。今回何社目でしたっけ？よ四つ目でなんか。 こんなな大大きな日本を代表する大企業ですから、ね、そうすか誰もが知ってる伊藤忠の社長に会うことなんて人生で多分ないしすごい緊張するんだろうなっていうふうに思うんですけどまあ緊張しなくていいんですよねねまず何をしている会社でどんな会社で何でお金を稼いでいるのか全然わからなくて。うん 総合商社ってどのくらい規模が大きいかというとですけど、日本の会社の純利益上から並べてみると<ー>見てもらうとソフトバンクとかトヨタとか何やってるのか分かる会社が多い中<ー>商社だけはこうパッと見何やってるか分からないっていう<ー>基本的には日本ならではの独自の状態だから外国人投資家から見ても分かりにくいっていうのが やっっっっっぱりあってててて投資しなないいいううここととにたですねうん、うん、今までは今までは、うん、2020年にウォールデン・バフェットというアメリカの世界一の投資家のおじいさんがいて、うん、その人がやっているあの投資ファンドがこの商社5社の株を買ってものすごい話題になったんですけど<ー>まあそれくらい世界的な投資家も注目するような、うん、そういう会社になってきてると。うん コンビニやってるイメージがやっぱり一番わかりやすいところかなと思うんですけどはい、はい、グループの中にコンビニを持ってます伊東中商事のたくさんやってるビジネスのごく一部なんですけど関係するものを集めてもらいました、うんうん、ドールのバナナも伊東、うん、中のグループでドールのバナナ美味しいですよねいいこれあの 多分スーパーで売ってるドールで、はい、あのファミマで売ってるドールは1本単位のやつが売ってるんですけどここれの何のどこの何ど部分を伊藤忠がやってるんですかそうです、ね、アメリカのドールフードカンパニーアジアの成果事業と世界の加工食品事業を伊藤忠が買収してまして、うん、そこでバナナを栽培して日本に輸入してきて、はい、でその間のところの流通の物流のところの会社も伊藤忠で持っているので。うん でファミリーマートもまあ,あの販売する商品が一つ増えるので、うん、えと売り上げを上げられるじゃあバナナに関してはこうバナナを連れてくるところからお客さんに届くところまで全部の段階で土地を稼げるっていうことですよね、うん、間に来る会社とかとか、はいま、もしかしたら別の会社が入ることもあるかもしれないですけど、うん、それってものによって違うんですよも、ね、のによって違いますね例えばおにぎりとかも外のフィルムを作っている会社が 伊藤忠のグループ会社にあるんですよね。最近話題になったのがこのファミマガラソックスある、うん、めっちゃ人気ですよね。今はすごい人気があって。そんなに人気なんですか。めっちゃ流行ってるんですよ。<laughs> 本当に伊藤忠本体の繊維の人も関わるし、これを原材料を確保して製造する段階では伊藤忠のグループが関わっている部分もある。ってことは伊藤忠商事っていう会社はグループ会社のやってることでお金を稼いでるってことですか？<laughs> まあそうそうですね。伊藤忠って何ですか？ちょっと えーとでかいい,いろんなグループ企業が集まってる企業体ですーラーメンから航空機までとかって昔からよく言われるんですけど何でも扱ってるんですよね。あの 八つ事業部があって、そのうちの一つが繊維なんですよ。ど。まあ有名なところではモールスミスとかコンバースとかの日本の販売機を持ってるんですよね。ええ。エドウィンとかあのデニムの作ったりもしてるんですけど、海っていう部門はですね、自動車販売とか主にやっています。ヤナセとか、そうですね。の自動車、トラックとか売ってるみたいですよね。保険の窓口っていう金融ですよね。保険もね、ハミペ、あとオリコとか。はい。で、こう謎の謎感ある大 第八。第8カンパニーっていうのが、うんうん、えっと、これがファミリーマート関連の商売をやってます。うん、入社時点でどこに配属されるかで、まあ、よく最近配属ガチャとかっていう言葉もありますけど。うん、その人の伊藤中人生が決まるというか、うんうん、繊維に行ったら、すごいおしゃれな人多いんです。繊維って。だって、アルマーニ担当と鉄鉱石担当絶、ね、ね、絶対違うよね。絶対違うよね。だから、もう、それくらい全然違う商売をやってる人たちが集まって。 八千二百億円かそっていうい。でもこんないっぱい事業やっててな何がしたいんですかね。<laughs> うん、そうですね。八つのカンパニーがある会社ってことですよね。うん、そうですね。二百八十社ぐらいあります。広すぎて分かない。広すぎる。これって払っての百八十円なんですけど。 ファミマって1万6,000店舗ぐらいあるからうん、うん、このチャリンがかける1万6,000で何人も買うじゃないですか、うんうん、物流も動くしこの材料も動くしファミマの制服も必要になるし、うん、決済も必要になるからこれでチャリンって払ったらまたそれで何円入ってくるから。うんうん、お店のの重機っていうの あの棚とかのの、うん、リースの会社も持ってるしすごい面白くないですか、うん、じゃあこの商社がもう何をやってるのか全然わからないっていうのは正解だったってことですか、ね、正,正解ですただ自分たちが払ってるお金の中でちゃんと一食十円でちゃんと後ろで絡んでるのが商社。知らなかったこんなにお金払ってたのにその通り商社に持ってかれてたか <laughs> 1858年なんですね創業が、うん 伊藤忠兵衛さんっていう人が作った伊藤忠兵だです。実は同じ伊藤忠兵衛さんがこの丸紅ベニっていう会社も作って、そうですね。超やり手ですよね。で伊藤忠兵衛さん何やってたかっていうと、布を売って歩く大見商人なんですね。だから繊維に強い。その単に A 地点から B 地点に布を持って売っていく。 帰ってくるだけじゃなくて売った先でこういうもん欲しいとかそういう話が出てくるわけですよねこっちで売ってこっちで欲しいものはこっちで買ってこっちで売ってみたいなそういう商売を大きくしていったといわゆる総合商社って呼ばれるものになっていくのが戦後の話ですね敗戦から復帰する中で えっと、扱う商品も繊維からいろんなものに広がっていくんですよ。うんうん、車を作りたいとか、建物、うん、を建てたいとかっていう時に必ず鉄が必要になるんですけど、うんうん、で、その時にこの御用機器のスペシャリスト、うん、商社の人たちが海外に出て行って、<laughs> うん 鉄を買ってくる。うん、買い付けてくるとか、石炭を買い付けてくるとか。まあ歴史的には特に鉄鋼を扱うようになると、総合商社って呼ばれるようになるいう時期が戦後にはあったらしいんですけど、うん、だんだん経済が発展してくると、日本のメーカーとかが海外進出するようになってくるじゃないですか。うんうん、そういう日本から外に出てった企業と一緒に海外に行って、サポートみたいな。サポートというかもう販売を代行しちゃうような代行 っていう時代が結構長く続いていくんですよね話を聞く限り例えば顔の広い先輩人と人をつなげて仲介料をもらうみたいなでもこう例えばもう今になってみれば例えばタピオカ屋始めようと思ったら自分でタピオカ探してこれる時代になってしまったので間に入る商社の存在ってちょっと揺らぎ始めるんですよね90年代から2000年の初めぐらいには商社不要論みたいなことも言われるようになっていくと であの新しい商売にこう乗り出していくんですけど雇用機器のプロなので、うん、いろんな話が入ってくるわけですよ。はい、どういう会社が儲かっているのかとか、うん、どういう会社にニーズがあるのかっていうのが分かるので、うんうん、いろんな会社に投資をしたりしていたわけですけどスカネももちろん突っ込むし、うん、人もそこににに派遣しててて、うん、経営に携わるるようになっそれがその商社不要論というのが出てきた頃に、うん、新しく起きたその商社のビジネスモデルの変化で。うん 雇用機器もやってるんです。今もやっていて。てだから情報も持ってるし、うん、もう社員みんなが経営もできるみたいな。ジャムコっていう会社があって、ジャム作ってる会社じゃなくて、えー、っと <laughs> 飛行機の中の台所とかトイレとかあるんですよね。うん、あれを作ってる日本の会社があるんですよ。よ<ー>それが伊藤忠のその機械カンパニーの中の一つなんですけど、そこの社長に一回インタビューしたことがあって、はい、で僕インタビューしたとき正直あ 途中かから飛ばされててきたのかって思ったのっっ思んですよ <laughs>、うん、でもまあインタビューとかはすごいちゃんとしてるし、はい、この人空港まで詳しい商社マンなんだっていうのがその時の感想だったんですけど、はい、その時の鈴木社長っていう人が後の社長になってるんですね今石井さんの一人前の商社マン人生の中で、うん、え出よその会社に出向したり、うん、あるいはまあ海外に駐在したりして、うん、いろいろな会社の経営を経験していくっていう4年目だったかな、うん、までに。 財務の最低限の知識、うん、PL とか BS が読めるっていうことと、うん、ホーム貿易実務<ー>事業会社管理英語は、まあ、社内の試験をだから就職でもしれなまあその経営にね携わりたいっていう人が商社に行くって希望するパターンが多いのはそういう部分もあるかもしれないですね。 あ,あとはその上の3つは特にまあ財閥系商社って言われて政府の御用機器みたいなちょっとガス買ってきて石油買ってきてみたいなのでまあ伊藤忠はどちらかというと近江商人ルーツなんでえ非財閥系の商社だ繊維で頑張ろうっていうところでこうのし上がってきたってことですよね。 途中ってやっぱりこの商社の中でトップに立つことっていうのを強く意識して経営している部分があるので、うん、殿様商売バーサスたくましい大見商人商売例えば電気代とか払うと思うんですよね、はい、どこに払ってるかっていうと電力会社に払ってますよね、うん、で電力会社は何で電気作ってるかっていうと 今原発止まってるから石炭を燃やしたりとかまあ天然ガス燃やしたり石油燃やしたりしてその原料が誰が持ってくるかっていうと三菱とか三井物産とかが持ってきてくれてるんです、ねうん、発電所のタービンとかって全部全部じゃないですけど三菱重工のタービンだったりするんでだから我々の電気代はこういうふうに言って彼らに渡ってるんですでバックには銀行もあったりするので でもほぼ世の中全部のお金入ってくるみたいなシステムになってんそうですね。あの税金みたいなもんですね。すごい。<laughs> え資源資源じゃあどんくらい違うのっていうのを見てみると、この一番資源で稼いでるって言われるのが三井物産なんですけど、うん、7割近く資源で稼ぐんですよ。とはいえ。 この56年ぐらいでは資源の価格が下がってくると連動して売り上げというか利益も下がってきてしまうので次商社何でもけていくのっていうのがずっと問われていたところであるんですよね。でそういう中ですごく存在感を増してきたのが移動中なんですよ商社ってこう上流を攻めるってイメージあるじゃないですか。つまりえとこれだだっったたららチキンを買うとか繊維だったらもう繊維維の,の糸,糸を あの買いに行くとか上流のイメージがあるんですけどこういう下流そのコンビニとか一番この消費者に我々に近いところを攻めてるのが今の道中商事あとマーケットインとかもかそうですね今谷口さんが言ったマーケットインっていうのがその資源に頼らない経営をしていく時代にはじゃあどうしたらいいかっていうと一つやっぱ消費者が何を求めているのかっていうところをきちんと押さえてそこで商売をしていく。 マーケットインの反対の言葉は何でしょうか。マーケットアウト。欲しい。欲しい。プロダクトアウトって言いう。プロダクトアウト。そうよし、養鶏家だから、チキンが食べてほしいから、ファミチキをやればいいっていうのが。プロダクトアウトの発想。はい、でも、マーケットインは、えー、今はフライドチキン食べたいだろう。うんうん、そういう人がいっぱいいるだろうっていうところから発想して。マーケットから逆転した発想で作るのがマーケットインなんですよね。うん。 でその象徴的なものがさっきのファミマだったりその消費者にもっと近いところの方針を明確に掲げて成長してきたのが伊藤忠なんですよね2020年6月に時価総額で三菱商事を抜いてその利益ででもも株価でも総合商社のトップに立ったそう考えると財閥系とかよりもめちゃくちゃたくましいですね、うん、伊藤忠は。 はいそれでは伊藤忠商事の業績を見ていきたいと思いますこの純利益が8202億円過去最高益を出した、うん、2>, 2倍とか2倍？か利益って普通に2倍になったりします1年で 1> しないですねなんで気になりますよね <laughs> <で>伊藤忠だけじゃなくて他の会社も良かったんですけど、うん、商社の業績が伸びた理由ってざっくりやっぱり3つあって、うん 一つはこの金属鉄鉱石の価格が去年めちゃめちちゃゃ上がってたんですこ<ー>れはあのコロナから、はい、えと世界経済が回復する時に価格がわって伸びたっていうことがあってうん、うん、で販売価格が上がると業績も上がるのでうん、うん、鉄鉱石の部分が増えてるなるほどあと物の値段が値上がりしているって今字幕とかでもニュースとかでも話題になってますけど、うん、扱っている物の,の値段単価が上がると手数料も収入も増えますから。 儲けやすいとあとは円安ですね、うん、っていう大きなあの追い風があって、うん、まあ2倍になっちゃった、うん、もだから去年2倍の超いい業績だったんですけど、うん、じゃあその商社の中の立ち位置どうなってるかっていうと、うん、三菱商事が一番多くって、うん、次が三井物産でで伊藤忠3番目これ残念ながらこれ前の年に首位だったんですよ。うん もう、まあ、資源で稼ぐっていう体質から資源じゃないもので、まあ、非資源と呼ばれているもので稼いでいく時代が来るんだねっていう感じだったんですけどやっぱり資源に強い会社っていうのが今回は業績を伸ばしただからバフェットすごいですねやっぱりねそうなんですよこうなる前に買っているのですごいねしかも確かにこの3社の分買い増ししてるんですよ最近。えー 伊藤忠っていう会社は非資源でかあの戦っていく会社なんだっていう方向感を言葉にしてこう明確にした。 人がい,いるんですね。岡藤富士正弘さん。はい、代表取締役会長 C. E. O. 名物社長ですよね。すごい関西弁なんですよ。すごい関西弁。なんすごい関西弁なんですよ。インタビューがね、関西弁で書かれる数少ない人です。えー、繊維部門の人なんですよ。えっと、アルマーニの、あの権利を、あの、のビジネスを始めたりしている人でもあるんです。えー、あの、すごく有名なのが、掛布っていう。掛布。掛布。はい。正義。<laughs> バース岡田掛布バックスクリーン3連発みたいなねそれと関係あるかないか分かんないですけどまあでも関西人だからあながちあると思うんですもそうねえっと「掛布の稼は稼ぐ」「掛布の毛は削る」「削る負は防ぐ」「無駄な会議をなくせ」とか「会議の資料を半分に厚みを半分にしろ」みたいなことを言ったりとか。 ケフが現れれていいここなんでですすけどどううとか黒字会社比率っていう2010年があの岡藤さんが社長になった年でつまり無駄をちゃんと減らして筋肉質な体質の経営をちゃんとやっていくっていう。 あと有名なのが朝方勤務ですよね。残業代は朝くってことです。そうです。なるほど。人事によると五百、一人当たり500円相当。へえ。いいですね。ドールのバナナとか、あとファミマの食品といそこは全部絡めてくる。そこはそう、そこはそうなんですよ。なんか岡藤さんは。今の伊藤忠の事実上の創業者だみたいなこと。創業者ではないですし、あのある意味サラリーマン社長なんですけど。かなりそのアグレ、アグレッシブにというか、すごい。 あの道中の今の形っていうのをかなり作っていった人、うん。インタビューする石井社長がどんな人かを。ラガーマンでしたっけ。ラガーマンです。高校から早稲田で。<ー>花園も出たらしいですね。ええ<ー>。一応すごいことなんですか。バリ,バリラグビー、うん。まああの甲子園みたいな感じですね。入社が1983年化学品という。 今日これだけずっと話してきたのにほとんど出てきていない。<laughs> 結構象徴的な人事の部分もあって、うん、石井さんって社長になる前に再エネとかいわゆる脱炭素関連の事業をやってた人なんですよね。うん、世の中的には急速に脱炭素っていうふうに言われていて、うんうん、そこを期待されている部分がある人なのかなと。 広すぎて何をどっから質問してったらいいのか。うん、藤村さんって脚本も書くじゃないですか。はい、脚本書く時ってなんかブロック作りますよね。はい。なんかそれに似てると思うんですよね。うん、なんか分けるとしたら、えっ、ー、とまあ伊藤忠っていうのがそもそもなん何の会社何の何をやっているどういう位置づけの会社なのかと他の商社との違い。いいと思います。いいと思います 結局何の会社なのっていうのがやっぱわからないです、ねうん、そうですよね、うん、何をもって伊藤忠らしい経営として束ねていくのかっていうのはすごく気になりますよね280、うんうんうん、社の塊がいろんな事業をしてるわけですよね、うん、縦割りになりません縦割りそうなんです、ね、課題だと思います、うん、まああとはその就活生向けとかにする そうですね、うん、やっぱりこう商社っていまだに就職人気ランキングいまだにっていうか今もすごい上位にあって、うん、コンサルか勝者かっていう感じなんですよね、えー、シンプルに「本当に給料高いんですか?」とか聞いちゃっていいと思います。うんうん <laughs> 給料高いのは数字は公表されてるんでされてるんだなんで給料高いんですかっていう聞き方してもいいかもなんで給料高いんですかもしくは就活生向けなんでちょっと就活生で気になっている人が多いのでちょっと給料についても伺いたいんですけどっていうエクスキューズを最初に入れちゃうまあ岡藤さんについても聞きたいですよね、うん、ポスト岡藤の情報を取ってきてほしいんですよねこれ人事のニュースを抜くって経済メディアのまあ一丁目一番地 の一つなんですよね。岡田、うん、さんの時誰かなって経済メディアの人は大体考えているので、うんうん、そのなんだろうヒントを探ってほしいんです。なるほど。C E O は定年がないんですよ、ねうんうん。そうだそうだ。C O O の定年は六十五歳の C O 定年は六十五歳だけど、CEO は定年がない,、はい、ないんですよ。まあ岡藤さんも七十二とかですよね。確か。ね、まあ八十までやる経営者いますけど。じゃ、ね、石井さんはあと四年で,年で。石井さんが定年になっちゃうんで、今度そうです。前の鈴木さんも、この内勤の六十五歳に達したので。でね、石井さん今六十一ですよね。<C> あと三年か四年でもう。シーオにならないと。定年になっちゃうんで、三、うん、年以内に岡藤さんが辞めるっていう可能性は。低そうですよね。 なんともなんとも言えないですね <laughs> これはまあれはまあでもとやっぱこれだけの事業をしててどういう視点で社長って見てるのっていうのはすごく気になりますよねはい、うん、気になりません,、はい、ん気になりますもうだって把握しきれないですもんね把握しきれないですよね、うん、今までインタビューしてっていうかなんであんなうまいんですか 本当はね衝撃的なんです演じてるんですか記者はの自分でいくじゃの自分っていうかそうですね考える自分の言葉でなんで質問したいのかが言えるようにすごいなすごい勉強になる腹落ちしてればねちょっと違う答えが返ってきた時にもね今回だからちょっと腹落ちするの難しそうな大変そうですねちょっと絞った方がいいかもしれないこの後聞きたい気持ちを増幅させて素直にインタビューに臨んでこようかなと思います 頑張ってきます。頑張ってください。ありがとうございます。<laughs> よろしくお願いします。 私あの以前あの石井さんが入社してからの流れをお話しされていた記事を読ませていただきまして、はい、あの最初船の手配から始まって、はい、ヒューストン行って日本に帰ってきて不採用の対応してタイに行ってって本当に大変なことがある中で、うん、本当に第一線でずっと戦っていらっしゃったんだなということにすごく感動してあの今日はその石井さんがどういった方であのどのような思いや考えを持ってその伊藤忠商事という大きな会社をまとめていらっしゃるかということを聞きたくて今日は来ました。 よろししくお願いします <laughs> 先日2022年3月期の決算発表説明会があったと思うんですけれども、ええ、総合商社各社の中で純利益トップを逃したという形になったかと思います。あの <laughs>